こんにちは。お茶の水女子大の先輩チューターのチャキです。大学のおすすめスポットを紹介します。一つ目のおすすめポイントはお茶猫です。お茶大に住み着いたらしいんですけど、今では休み時間みんなのアイドルです。ね。ね。大学のおすすめポイント二つ目はこの赤い絨毯の廊下です。女子大っぽくてとっても気に入ってます。お茶の水女子大学は人数も少なくてすごく落ち着いているので、自分がやりたいことを頑張れる環境です。皆さんもぜひ遊びに来てください。